トベ公式サイトの謝罪と事案の詳細、ナンバー、アイとアルミスに関連する謝罪声明の内容と経緯を説明。トベ公式サイトがナンバー、アイの、ある誤りを謝罪。CMA が、トゥーヒーローズの舞台裏で明かされる出来事にコミュニティの注目が集まっている。この記事では、このイベントを独自の視点から紹介し、その多様性と豊かさ、そして社会への影響を探ります。アマゾンの動画配信サービス。 クライムビデオは3月3日、平野紫陽が出演するナンバーワンをテーマにした、ヒーローズ・ビー、ファースト、スーパーライブのテレビ CM を公開した。神宮寺雄太と岸雄太、全編モノクロショットを収録。冒頭から平野の目の力は見るものを魅了し、釘付けにしてしまった。広告を出すたびに独特の魅力で注目を集める平野さん。旧ジャニーズ・キングプリンス加入時からその目力が評価されており。 その目力はボシュロムのアクアロックシリーズの CM にも活かされている。平野さんの目力はコンタクトレンズの広告で女性を魅了する夢を語るほどで、その影響力は公式 SNS アカウントのフォロワーや数にも現れています。新しい広告では、平野の目を強調したキー画像が使用されています。レンズの保湿力と含み水率96%により、平野さんの美しい瞳を際立たせ、視聴者を魅了することが期待される。 その力強い目は広告効果の向上に貢献し、ヒーローズ B ファーストスーパーライブの告知にも重要な役割を果たした。一方で、ナンバリングされていないデビュー曲、GOT の配信に関して関係者が不正確な情報を伝え、ファンの間で混乱が生じた。このミスについては公式サイトで謝罪文を掲載するとともに、正確な情報提供でファンとの信頼を強調した。 さらに神宮寺雄太は自身のインスタグラムに平野とのやりとりを投稿するなど、ファンとのコミュニケーションを増やしている。ファンからのフィードバックは素晴らしく、アーティストとファンのつながりを感じました。飛べの2ヒーローズ広告を通じて、平野史業の広告に対する視線の影響は非常に大きい。ファンを引きつけ、商品やイベントに興味を持たせるかのめの力は、単なる広告ではありません。 視聴者は平野の瞳から放たれるエネルギーに魅了され、その魅力に引き込まれてしまうだろう。トベは今後もアーティストの個性を最大限に活かし、コミュニケーションを重視したクリエイティブでユニークな広告展開を行っていくとしている。